しみなんですが、何があったと言われてるのかな。山や川に出かけるわけでもなく、話して楽しいこともないですけど何なんでしょうね。それが頭からないみたいな、もう嫌だね嫌な、年寄りって感じですが、そうそう、全然話は変わりますけど、年行ったなみたいな話なんですけど、今日一緒に出たやつですね。まあ、スナフはもうあんまり何も変わらないと思うんです。多分お別れに顔を見てもするとやっぱりあれやったって感じですあ、いやいや、もうそんなにパッと見は変わらないと思うんですよ。ルイがのことをちょっと考えてじゃない、ルイのことをちょっと、いやいや、ちょっと気持ち悪いな、ルイの結果を覚えてない。ああ、そう、違う、そうじゃなくて、考えてるのは彼ももう、あ、これ言ってよかったかどうか分かったんですが、確か初めて会った時は10代だったような気もしないでもないですが、おかんのつっかで赤いつっかで歌いに来まして、パートミアのすごいこういうブーツみたいに見えるんですよ。すごい赤いブーツ履いて、すごいなぁと思いながら、なんとかじーっと見てると、なんかこうブーツとは違う匂いがこう感じられて、ルイ、ちょっとかかと見せて、おかんのサンダルなんですよ。いやそれで出てくるっていうのもすごいいいなぁと思いながら、で、彼も30、ね、このまま童顔の、ちょい童顔のおっさんみたいになっていくのかなとか思うと、ちょっと、先日ではちょっとそのことをふと思うとこうテンションが上がるっていうそういう暮らしの中で、はい、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。僕はそんな、ちょっとことを考えたりする、ここ数日でした。空とポップコーンの
をそばだてたまんまでいつだって夢見てた青い空ため息と苦笑いの入り混じった吐息の中でどこまでも広がってく青い空こんなちっぽけな街の退屈すぎる毎日が揺れの風に乗っかって夏と一緒に終わってく束の間の幸せはシャボン玉の空とポップコーンの塩辛い臭いキレの中こんなちっぽけな街の退屈すぎる毎日が夕暮れの風に乗っかって夏と一緒に終わるこの街の外れの天橋の見える土手に座りいつまでも眺めてた